こんにちは、ゆうちゃみです。はい、こんにちは、工藤美優です。こんにちは、山田美穂子です。イエーイ、かわいい。ということで、今回のアフタージャパンは2021年ももうすぐ終わりですけど、はい、ゆうちゃみはもうとにかくもうバラエティでもう打倒みちょぱみたいな、令和にすごい大ブレイク。そして美穂ちゃんは、ね、グラビアもそうですけれども、なんといっても日曜劇場東京 MER ゼロです、はい、でも大ブレイクということで、デートしてますか、はい、好きな人は永遠にいるタイプなんでグラビア撮影のハプニングは、つい最近とても際どい写真集をお出しになった方が、噂になってた人と別れたらしいんです。あら、はい、今年ブレイクのお二人について、巷の人が気になる質問を私集めてまいりました。怖いな。その質問をですね、このアフタージャポン恒例のガチャポンですね、ガチャポンですね、はい、に入れておりますので、出てきた質問に NG なしで、はい、私が納得いくまで答えていただきたいと思います。厳しい。はい、それでは一つ目の質問いきますよ、はい、ガチャポン出ました。はいはい、ご多忙だと思いますが、デートをする暇ありますか？デート？うん。どうですか？私？はい、私ですか？でも私、好きな人は永遠にいるタイプなんで、そうそう、やっぱ恋してたいじゃないですか、ずっと。そうですね。どんな人がタイプなんですか？犬顔の人、なんかその柔らかい感じの笑顔が素敵な方が好きで、はい。逆に苦手なタイプは？なんだろう、塩顔。反対だもんね、はい、犬の反対は塩顔ということでね。塩顔。なるほどね。もうぶっちゃけバラエティには、うん、こう手癖の悪い芸人さんがたくさんいるんですけれども、はい、言い寄られたり、はい、こうなんかこう携帯番号とか教えてもらったりとか、そういうことはありましたか？私ないです。あ、ない？ないです。美穂ちゃん、ドラマの現場ではどうですか？はい、私も現場で少しお話しするぐらいで、その後のコミュニケーションはプライベートではっていうのがなかったですね。あ、確かにそういう感じ。基本美穂ちゃんはあの指令室とかそこにずっといた感じなんですか？はい、そうですね、ずっといて、うん、ゆり子さんのことを観察する。憧れですもんね。そうなんです。そうなんですよね。あの石田ゆり子さんというと、はい、本当にあのお若い時からモテモテだったんですけれども、うん、今奇跡のアラフィフ、うん、でご結婚されてない、ね、まあ、全然あのそれは素敵なことなんですけれども、うん、お二人はご結婚というのは考えてるんですか？考えてないです。私お母さん大好きで、うん、お母さんと一緒になんか友達みたいにずっといそうだなって感じはします。まあ素敵。一つ情報をつかんでます、はい、何ですか？ゆうちゃみは、はい、今ホテル住まいなんですけど、ほぼほぼね、はい、でも全くあのいわゆるパッキングができないそうなんですよ、荷物。何で知ってるんですか？なので、しかもお洗濯もできないということで、何で知ってるんですか？いろいろ変わってくるとママちゃんに送ってるっていう情報を得ました。はい、そうなんですけど、土壌ですよ。言ってないのに。ちゃんと調べてます。はい、みおちゃん。はい。デート、はい、してますか？してないです。してないの、はい、好きな人いないんですか？いないですね。でも作りたいな。恋したい。また一つ情報があります。何ですか？みおちゃんはラーメンが大好き。あ、そうですね。で、前回三女子に出た帰りもラーメンを食べに行きました。はい、で、山田の持論なんですけれども、はい、ラーメン屋さんに詳しい女は彼氏がいるっていう持論。はい、だってこんなに可愛くて彼氏いないのがおかしいですよ、だって。いやいや、ラーメンってこう男性がすごい詳しいですもんね。だからそこがちょっと私は気になってるんですよ。ラーメン好きの美穂。いや、でもお父さんがラーメン好き で、お父さんの好きなラーメン屋に私も行く。素敵。お父さんからの。なるほど、なるほど。というと東京 MER では鈴木亮平さんみたいな人がタイプですか？はい、そうですね。めちゃめちゃタイプです。なるほど。そういう人と美穂ちゃんが歩いてたら要チェックです。はい、できる。では次の質問いきます。はい、出ました。なんだろう、来た。グラビア撮影のハプニングはありますか？
グラビア撮影の前の日にカキを食べたんです、うん、で加熱用だから、まあ、大丈夫だろうと思って食べたんです。で私アレルギーとかもないし、うん、と思ったら次の日からジンマシンが止まらなくて、うわ、で、治んないと思って病院行く暇もなく、でテープと貼りながら私撮影したんですけど、どうにかあのブツブツを隠したいな、うん、ゆうちゃみは、はい、ナチュラルメイクの、ね、グラビアがバズりましたけれども、うん、はい、なんか際どいハプニングありましたか？際どいハプニングというか、グラビア撮る方が男性の方で、うん、すごい私的にはあの下から煽られる時、なんかこう撮るのはいいんですよ、足とか綺麗に写してくださってて、でもたまにちょっと結構ここら辺の際どい寄りをなんか撮られるというか、この辺をがっつり V ラインはい、V ラインとか、あのおけつラインとか撮られるときはなんかちょっと恥ずかしいなとか、ちょっとなんか毛はみ出てないかなとか脱毛とかは行ってます、行ってます、行、うんうん、ってるけど V だけ残してるんで、うんうんうん、まあ、V だけ残してるね、おかしいけど、おかしいけど、IO はないけど、関係ないですね、うん、はい、ないけど、脇毛もないです、うん、パイパンにしようかな、私パイパンって久しぶりに聞きました。みおちゃん、さっきね、あのお父様のお話してくださいましたけれども、はい、その際どいグラビア、うんうん、お父様から何か言われませんか？確かに。そうですね、毎回毎回すごい、めちゃめちゃ良かった、すごい綺麗だよって褒めてくれるので、実家でお風呂入るときもそのままスポンポンで歩いたりするので、割と恥ずかしさはないです、お父さんに関して。これまた山田の持論なんですけれども、はい、女子がですね、際どいグラビア写真集を出すときは、はい、彼と別れてるかっていうのがあるんですけど、はい、あのつい最近とても際どい写真集をお出しになった方が、はいはい、どうも噂になってた人と別れたらしいんですね、はい、気になりますね、気になりますね、うん、後でこっそり教えます。では続いていきます。怖い、本当に、ね、何が本当に際どすぎて怖いな。出ました、今年一番の贅沢は、私あのロケに結構行くことが多くて、はい、この時期だし日焼けそんなしないだろうと思って、うん、日焼け止めは塗らなかったんです。それで帰ってきたら真っ黒になっちゃってて、うんうん、お友達がすごいいい美容液があるからこれ買いなっておすすめされたのが、うん、5万円の美容液だった。高い。でもこれ使ったら白くなるよって言われて、でも本当にその友達白くなってて買いに行きました、5万円の美容液を。でもあの分割かわいい。ゆうちゃみさんいかがですか？美顔器を買いまして、サンジャポに出演する時のためになんですけど、私土曜日 の, あの深夜の1時半から4時半までラジオがあって、そっからあの TBS に来て楽屋で仮眠をさせていただくんですけど、仮眠した後すっごい顔パンパンで、あのお弁当も食べるんで、あのやっぱ顔がパンパンになってむくんじゃうんですよ、すごいむくみやすい体質で。でサンジャポに初めて出た時にすごいパンパンで出ちゃって恥ずかしいってなって、あの美顔器を買って可愛く出ようと思って買いました。今年とにかくねお二人とも大活躍だったんですけれども、はい、最高月収おいくらでしょうかね？割とお山かせなので私もなんですよ。ちょっと情報なんですけれども、使いなどでおなじみの子役出身の S さんはですねはい、男性ですね、あのすごく儲けてたんですけれども、はい、あのやはりお母さんに任せてたそうなんですよ、はい、ただ全部それがお母さんのルイ・ヴィトンに消えてしまったそうですね。だからタンスを開けるともうルイ・ヴィトンのバッグがババババババって怪しくなってきました。私もあと世界的アスリートの NK さんはやはり奥様のブランド品に全部買ったんですね、鼓舞してですね、はい、ということで残念ながら、はい、お時間が来てしまいました。はい、ということでアフタージャポンでした。バイバイ。